ジョセフ・キーナン・ジョセフ・ベリー・キーナンは、アメリカ合衆国の政治家、弁護士、東京裁判においては、主席検察官を務めた、ロードアイランド州、ポータケットに生まれる。1910年に、ブラウン大学を卒業した後、ハーバード大学のロースクールを経て、オハイオ州クリーブランドで弁護士を開業する。第一次世界大戦時には、第137野戦法兵隊の将校として、 ヨーロッパ戦線に従軍する。除隊後は、オハイオ州の検事総長補佐となる。1932年の大統領選では、民主党のフランクリン・ルーズベルトを応援したことから、ルーズベルト政権の誕生に伴い、連邦政府司法長官特別補佐官に任命され、中央への進出を果たすこととなる。ここでキーナンは、暴力犯罪の防止策を講じ、ギャングの一層に尽力した。さらに、 犯罪増加の全国情勢調査を指導し、FBI の機構拡大を含む必要な法律に関する報告を議会に提出した。後に、全米の検察業務を統括する司法省刑事部局長に就任し、ギャングや誘拐犯等の検挙、取締りを指揮し、司法長官補にまで昇進したが、1939年に退職し、ワシントン DC とクリーブランドで、 再び弁護士を開業する。中央にいた頃は予算の均衡を保つ技術に長けていることで知られていた。第二次世界大戦後にはそれまでの功績を買われ、1945年11月29日にハリー・エストルーマン大統領から日本の戦争犯罪者捜査の法律顧問団団長に任命された。キーナンは司法省での経験を生かし、日本軍閥に対しては ギャング退治の意気込みを持って臨み、満州事変前後から敗戦までの日本の動きを犯罪的軍閥による侵略戦争の推進と考えた。キーナンは主席検事であるにもかかわらず、被告選定作業に地帯を生じさせたことから他の検察官の反発を招き、一部の検察官はスキャップにキーナン悲免の申し入れをしたという。しかし法廷では精力的に活動し、 裁判の主導的役割を果たした。冒頭陳述では、日本の行為を文明に対する挑戦と述べた。裁判終了後に帰国し、1949年には国連のパレスチナ委員会のアメリカ代表を務めた。キーナンはダグラス・マッカーサーの意向を受けて、昭和天皇面相の立場を取った。裁判の進行につれて、天皇の不基礎について疑問視する声が各方面から聞こえてくると、 改定中にもかかわらず一時帰国し、1946年6月18日、ワシントン DC で記者会見し、天皇を先般として、裁判にかけることはないと表明した。1947年12月31日に、天皇の平和に対する希望に反した行動を、木戸光一内大臣が取ったことがありますかというローガン弁護人の質問に対し、東条秀樹が、 もちろんありません。日本国の臣民が、陛下のご意志に反して、あれこれするということはありえぬことであります。いわんや日本の交換において親と返答した。この答弁から、ウィリアムウェブ裁判長は回答の持つ重要性を指摘、ソビエト連邦代表検察官である、S.A. ゴルンスキーも、天皇の訴追について、キーナンに進言した。キーナンは、早急に、 田中隆吉元大日本帝国陸軍少将を通して松平康政式部長官起土登場のルートで極秘に前述の証言を否定する様東場説得工作を行ったこの工作は功を奏し1948年1月6日の法廷で東場はキー難のその戦争を行わなければならない行いというのは広人天皇の意思でありましたか という質問に対し、太平洋戦争開始の象徴の中にある、兄沈下シリング、並むやという言葉を例に、天皇は、東場の震言で開戦に、しぶしぶご同意になったと再証言した。この証言により、天皇の戦争責任に関する問題は、決着がつけられ、再び論議が法廷で交わされることはなかった。生前の彼は、犯罪の取締りに辣腕を振るっていたためか、 非常に高圧的な性格で鬼検事と評され、東京裁判においても他の連合国検事たちからは非常に嫌われていた。特にイギリス代表検察官のアーサー・エース・コミンズカーからは彼は大酒のみで白とも黒とも判別できないような人物だと国評されている。1977年にオランダから派遣された判事だったベルトレイリンクはイタリアの国際法学者。 アントニオカセゼ、EN、アントニオカセスに、検察官はアメリカが率いて、裁判の多くの局面で主導権を握っていた。現実に裁判は、アメリカのパフォーマンスであり、キーナンの使命は、政治的なものであり、彼は母国で、検察活動に携わっていたが、それも二流だったと思う。彼はよく法廷に酔っ払って現れたという噂があり、私自身はそれに気づかなかったが、 確かに彼は仕事に専念していなく、これは彼が首席検察官だったことを考えれば重大なことであり、イギリスの検察官のコミンズカーの方がキーナンよりもはるかに能力があったと述べている。ありがとうございます。